メアリー一世、メアリー一世、五百十六年二月十八日から五百五十八年十一月十七日は、イングランドとアイルランドの女王在位、ザイ。在五百五十三年七月十九日から五百五十八年十一月十七日、ヘンリーパッセイと最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴン、カスティーリャ女王イサベル一世とアラゴン王フェルナンド二世の娘との娘として、 グリニッチ宮殿で生まれた。スペイン王フェリペ2世と結婚。イングランド国教会に連なるプロテスタントに対する過酷な迫害から、ブラッティ・メアリー、血まみれのメアリーと呼ばれた。王妃キャサリン・オブ・アラゴンは4度の解任に失敗していたが、5度目の解任でメアリーを出産した。メアリーの名は、オバ・メアリー王女、ヘンリー7世の罰子にちなんだものだった。当初は、 男児誕生を願っていたヘンリー・パッセイも、娘が健康であると知ると、イングランドでは、女子の王位継承を妨げる法はないとして、後継ぎとみなし、称愛した。養育係として、プランタージネット家男系最後の生き残りである、マーガレット・ポールが任命された。1519年、ヘンリー・パッセイは、諸子のヘンリー・フィッツロイが生まれると、この男児を直ちに、 リッチモンド公爵に助している。ヘンリーパスセイの父ヘンリー七世が、即位前に、リッチモンド伯爵だったことらもわかるように、この女爵は諸子に対するものとしては破格のもので、この子が静着でないことへの無念さがそこには見て取れる。一方メアリーに対しては、プリンスオブウェールズに相当する王女として、プリンセスオブウェールズの称号が用いられたものの、そこに、四次としての法的な根拠は付与されなく、 ヘンリー・パッセイは、メアリーの幼児期を通して、常に、メアリーと叱るべき名家の男子との縁談を模索していた。当初は、フランスの王子を検討し、2歳の時に、フランソワ一世の王子フランソワと婚約したが断になった。1522年、6歳の時に16歳年上の、いとこである新生ローマ皇帝カール五世と婚約したが、再び破断となった。再度フランスと、 ということで、フランス王は一世の第二王子、アンリ、後のアン二世との婚約を模索したが、守備よく行かなかった。しかし、少女期のメアリーは、非常に美しく、魅力的であり、そのことは他国にも伝わっていたという。メアリーが9歳になる頃には、キャサリンとの間にもうこれ以上の子はできないことが、明らかな情勢となっていた。男子を絶望するヘンリーパッセイは、 生愛するアンブーリンと再婚するためにキャリンとの婚姻無効を宣言。これとともに、メアリーからは、四次の地位ばかりか王女の身くらいまでが剥奪されて、諸子とされた第一継承法も参照。ヘンリー・パッシーはメアリーに、両親の結婚は間違いだったと認めさせようとしたが、拒否されている。やがて、アン王妃が、 第二王女エリザベスを生むと、アンはメアリーに対して、名目上のプリンセス・オブ・ウェールズとなったエリザベスへの親入を、強要したが、メアリーはエリザベスを妹としては認めるが、王女としては認めないと突っぱねた。怒ったアンはメアリーを強引に、エリザベスの次女の身分に貶め、自身の馬の監視のもと、幽閉状態に置いた。アンが、王妃の間を通じて、 ヘンリー・パスイは、メアリーとの面会は拒絶している。アンは、かつての愛人だったノーサンバーランド伯爵に対して、メアリーを殺すつもりだと話していたことが知られている。また、アンの裁判では、複数の者が、メアリーの毒殺未遂があったことを証言している。この時期、ハートフォードシャーで、遊兵状態にあったメアリーは、病気がちであり、養育係のポールや次女、 自重たちと引き離された彼女にとっても唯一の相談相手かつ被護者だったのは神聖ローマ帝国及びスペインの中英大使だったであった。メアリーがヘンリー・パッセイと再会したのは案が処刑された時だった。次のオーヒジェン・シーモアとの関係は良好であった。ジェーンはヘンリー・パッセイとメアリーが和解することを強く望んだ。ヘンリー・パッセイの和解条件はヘンリー・パッセイが イングランド国教会の長であること、そして、両親の結婚が無効であることを認めることあった。当初、メアリーはこれを拒絶したが、メアリーの境遇の安定のためにシャピュイと神聖ローマ、皇帝カール五世、スペイン国王カルロス一世の説得により、しぶしぶこの条件を受け入れた。メアリーは宮廷に戻り、かつて王女として持っていた財産と自助らも戻され、 防流場などが住居として与えられたメアリーの前の上司はアンブーリンの弟ジョージだった。ジェーンが王子エドワードを出産するとメアリーはこの王子の先例の大母役を務めた。その一方でメアリーはエリザベスと共に諸子として扱われ続けた。このことに対しメアリーを王女の地位に戻すことを求めた反乱がかつてのメアリーの自重であった。 スリーフォード弾ジョン発生によって起こされた。発生は処刑されたが、メアリーはこの件に不関与とされ、罪に問われることはなかった。1539年、プファルツノイブルク港から求婚を受けるが、プロテスタントであることから断っている。この頃、ヘンリー・パッセイはメアリーを王妃不在時の宮廷の女主人として扱うようになってた。 ヘンリー・パッセイが晩年に6番目の王妃としたキャサリン・パーは家族の絆を大切にすることに心を砕きまだ幼少のエドワードとエリザベスを自らのもとで養育するとともに4歳年下の娘のメアリーにも心を砕いたこうした努力が実り健康を害して近い将来の死を悟ったヘンリー・パッセイはエドワードがまだ幼く非を穴体質であることを危惧して 1543年に、大井継承法を改正し、メアリーとエリザベスに、エドワードに次ぐ、大井継承権を与えた、第三継承法も参照。しかし、プリンセスの称号は復活させず、レディの称号のままであった。果たして、ヘンリー・パスセイは、その翌年に死去し、まだ9歳のエドワード六世が即位した。エドワード六世はその短い知性を通じて、 自らの推定相続人たるメアリーに対してカトリックの信仰を放棄するよう促し続けたが母キャサリンによって敬虔なカトリックに育てられていたメアリーはそれを拒絶し続けたメアリーはエドワード6世の在位中はほとんど宮廷に赴くことはなかったしかしこれはメアリーの多い継承権が再び危ういものとなることを意味した病弱のエドワード6世は即位から6年後には もう回復の見込みがないほど病床に不済みとなっていた。彼が後継者として指名したのは、父ヘンリー・パッセイの妹、メアリー・チューダーの孫にあたるジーン・グレイだったが、その背後には、この直前に、自身の小ギル・フォードをジェーンと結婚させていた、野心家のノーサン・バランド子、ジョン・ダドリーの暗躍があった。エドワード6世が1553年7月6日25歳で、溶接すると、 スミツインは筋書き通りジェーン・グレーを女王に衰退した。ノーサン・バランド公はメアリーの身柄を拘束しようとしたが、事前に身の危険を察知したメアリーは、ノーホーク公、トーマス・ハワードにかくまわれ、ロンドンを脱出する。その間に7月10日にはジェーンがロンドン島に入場し、その位継承が公に宣言されたが、一方のメアリーも13日にの立地で即位を宣言した。 すると、メアリーの元には支持者が続々と集結し、民衆放棄となって、ロンドンに侵軍した。これを自ら鎮圧しようと兵を向けた、ノーサンバランド公は、逆に惨敗を喫死してしまう。これを受けて19日には、スーミツインも一点メアリー支持を表明。ロンドンに入ったメアリーは改めて即位を宣言し、ノーサンバランド公とその子ギルフォードは、ジェーン・グレーと共に身柄を拘束された。 こうしてメアリーは、名実ともに、イングランドの女王となった。メアリーを支持する民衆が、このように放棄したのは、ヘンリーパッセイの遺言では、多い継承権が、エドワード、メアリー、エリザベスの順にあったのにもかかわらず、これを継いだ、エドワード六世の遺言では、このイボアネ二人を、差し置いて、プロテスタントであるという理由で、メ名のジェーンが、後継者に指名されていたことから、それが、 エドワード6世の神義であることを疑い、ジェーンがノーサンバランド校の区靴になることを危惧したためと言われている。エドワード6世の遺言の真義は別として、少なくともそれを理由に民衆の放棄を煽ったメアリーの作戦価値だった。そして彼女はイングランドで初めて広く国民に支持された女王になったのでる。軽賢なカトリック信者であるメアリー1世は、 父ヘンリーパスセ以来の宗教改革を覆し、イングランドはローマ教皇を中心とするカトリック世界に復帰した。メアリーはプロテスタントを迫害し、女性や子供を含む約300人を処刑したため、ブラッディメアリーと呼ばれた。処刑された者の中には、トマス・クランマー、ヒューラ・ティマー、ニコラス・リドリーらがいる。母方からスペイン。 カスティーデ・アラゴン王家の血を引くメアリーは結婚の相手に重慶カール5世の子であるアストリアス公、フェリペ、後のスペイン王フェリペ2世を選んだ。しかしカトリックの創始国のようなスペイン王大使との結婚は将来イングランド王位がスペイン王位に統合されてしまう可能性をはらんでいただけに反対する者も,も多くトマスワヤットラが ケントでエリザベスを大いにつけることを求めて放棄する事態となったが反乱は鎮圧されワイアットは処刑された。この乱に連座する形でジェーン・グレイラを処刑している。この後にもいくつかの反乱が起こるが、そのいずれもがエリザベスを大いにつけることを旗印にしたものだった。メアリーは幾多の反対を押し切り、1554年7月20日に11歳年歳したの。 フェリペと結婚した。フェリペには、共同王としてのイングランド王位が与えられたが、1556年に、スペイン王として即位するため本国に帰国、1年半後にロンドンに戻ったものの、わずか3ヶ月後には再び、スペインに帰国し、以後二度とメアリーに会うことはなかった。フェリペとの結婚後、メアリーには解人かと思われた時期もあったが、想像妊娠だった上、実は、 卵巣腫瘍を発症していた模様で、妊娠と思われたのはその症状だったと推測されている。この結婚によって、イングランドは、フランスとスペインの戦争、第六次イタリア戦争に巻き込まれ、フランスに敗れて大陸に残っていた、唯一の領土カレーを失うことになった。悪いことずくめに終わったフェリペとの結婚の果てに、メアリーは、自らの健康も害してその式を悟るようになった。 後継者は、イボイモロとエリザベス以外にいなかったが、母を王妃の座から追いやった妊婦の娘としてメアリーは、エリザベスのことを修正に組み続けており、死の前日になって、しぶしぶ、彼女を自身の後継者に指名するほどだった。メアリー一世は五年余りの在位の後、乱争主要により1558年11月17日に、セントジェームズ宮殿で死去した。メアリーの命日は、 その後200年間にわたって、圧政から解放された日として祝われ。近年、ピューリタン寄りでリベラルな従来の歴史観を批判する歴史修正主義によって、メアリー一世の知性に対する極度に否定的な見方は緩みつつある。新しい角度からの視点では次のように評価されている。メアリー一世は宗教改革に逆行してカトリックへの復帰を目指し、その過程で、 多くのプロテスタントを処刑したことが非難されてきた。しかし宗教改革は、エドワード六世時代には一般社会には浸透せず、イングランドの実質的なプロテスタント化は、エリザベス一世時代以後に進んでいったものと考えられる。エドワード六世司教の時点では、教養ある貴族やジェントリ階層は、伝統的な宗教慣習に強い愛着を示し、 一般民衆と彼らを共同する教区の聖職者も、プロテスタントの革命的な改革やその協議を理解なかった。カトリックへの復帰がさしたる抵抗なく、行われたのはこのためだと言える。メアリー一世の知性が、もし長ければ、イングランドがプロテスタント国家にならなかった可能性は高い。フェリペとの結婚は、スペインによる俗国化を招きかねなかったとして非難されてきた。 しかし当時は、チューダー家の血を引く者のほとんどが女性であり、また、国内貴族との結婚は、ジェーン・グレイの例にも見られるように、貴族間の派閥争いや、王家の取りを許す恐れからはばかられたという事情があった。公民時の取り決めでも、フェリペのイングランド共同王としての資格は、メアリーとの結婚期間のみに限定されており、イングランド王位の継承権は、 フェリペとメアリーの愛の好みに認められてを、イングランドの独立性は十分に考慮されていた。メアリーという名のクイーンは、他にも3人がほぼ同時代のブリテンにいた。メアリー女王、メアリー一世に限っても2人、メアリーチューダーに限っても2人が存在することになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。